はい、皆さんこんばんは。ブルーフィッシングのブルーです。今回はトラックシミュレーター牛吐き、パート6やっていこうと思います。最後まで、ね、ご視聴よろしくお願いします。前回が車を運んだんで、今回はこの最後の C クラス、ナスビと、これは、トマトですかね。そちらの方をやっていこうと思います。その次の、金色の方からグリーンに変わったんです。これは、トラックが運びません。なぜかというと、トラックの大きさが違うんです。で、こちらを C1 の方を押してみると、このように、計画がなります。ということは C1 クラスの、トラックを使わないと、このミッションはできませんということです。ということは、今回は、C1 のトラックでないとこれは運べないので、今回はまだ、最後の C の方の、トラックで、まあ、なので、まあ、今回はこの、オレンジ、まあ、このナスビと、野菜を運ぶ、トラックをやっていこうと思います。じゃ最後までね、ご視聴よろしくお願いします。雨降ってまーす。さあ、降ってどうぞ。みんな暑くて。Let's get started. Drive safe. Thanks, Mom, for buying me. Turn left. Continue straight. Okay. Continue straight.え、なんで今巻きしたの？まあ、もしね、行ったんだけど、もしかすると、聞いたタイミングだったかな。残念。もう早くも、やめていけない。あ、野菜なんでね、鮮度は命です。ここはいいかな。Turn right.Turn right. これは気に入ってる。また行こうか。
ほら、ちょっと飲むわ。ギブルで飲んで。ああ、飲みます。まだ、これは大丈夫なんで、みんなは大丈夫ですね。おっと、右手に空港に行ってきた。ちょっと一時、外で行きますか。本当に時間とは違うからね。うん、ね。やっぱりね、このやつはパワーなんね、トラックの方がね、こういう牽引車して、登り方とか、スムーズに飛んで、パワーあればあるほどいいんですけど、ガフンの方がいいな、読んでね。この辺は、クイビーの色まで。ロビングとかしに行ってリコッですね。さてね、このまま、あと20、なんつか、いきます。基本的に、走行速度の追い越し方なんですけども、基本的に、基本的に高速道とか2車線で走る場合は、日本では、基本的には、左が基本です。右が、まあ、基本的に追い越す時以外は、基本的には使いません。あとね、追い越し車線をずーっと走ってる場合、これはね、アハになるんで、皆さんに注意してくださいね。さあ、ちょっと、降りるところを。まあ、まだ来ます。I have to pay. これに止めて。Exit right. Turn left. Turn left.
turn left. これなんかそう。あ、時間の通りありますね。でもちょっと運びはこんな感じか。ちょっと、つらいのか、それでも聞きたいのか。Continue straight. いいですね。いいですね。そうなの。Turn right. ちょっと真っ直ぐに来たと思ったので、ちょっとこれが難しいな。ちょっと怖い。なんとか、ありがとうございました。さあ、どうなんでしょうか。はい、なんとかね、車庫入れ、なんとか終わりました。ちょっと最後は、ちょっとね、なかなか、まっすぐさせるのがね、この牽引車の難しいってことなんでね、その辺は、ちょっと皆様はね、ちょっと車庫入れするときはね、ちょっとまっすぐにした状態でできるようにね、一回見られるような状態でね、するとね、割とスムーズに入るのでね、結構ね、ちょっと無理な状態で何回か切り返してたんじゃないかったんでね、その辺だけはちょっとね、この牽引車のあのバックの着用は非常に難しいところでした。最後までね、ご視聴していただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、また高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。